どうも、ゆっくり霊夢格好部主です。マリサだぜ。前回は、東北に風穴開けていったね。足なけ本拠地から始まり米沢城、土地を城と威風連発していったんだぜ。おかげで伊達家、上杉家は瀕死状態になったよ。あとは武田家潰せば完全に東日本は終わりなんだぜ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は土地を城で威風発動して終わったんだったな。前回確認してなかったけど威風で巻き込んだ城結構兵力高かったんだね。東北軍団に組み込んでさらに戦力アップだな。あとは上杉家を確実に吸収していかなければキープしないとダメかと思ったけど、沢田城あるなら武田家は関与できないだろうから軍団に任せても大丈夫そうだ。威風発動前までは元気だったのに一気に元気なくなったよね。多分武田家もこうなる感じがするんだが、作戦考える前に各軍団も確認しておこうか。東北軍団は大崎家、伊達家に進行中だ。南部家、安東家にさえ気をつけてれば負けることはないだろう。そして畿内軍団、毛利家との戦闘が始まってたんだったな。防衛できれば優勢になりそうだけどなんとか守れそう。ここから育った城が関与できなくなっていってどこまで勢力伸ばせるかだな。あ、そういや資金に余裕あったしアシストで大戦闘発動したんだった。毛利家のほとんどの城で一騎が発動したんだぜ。関東も余ってる城があるから森重さん軍団を作成して東北軍団に支援していこうと思う。極論合戦で使用する主力以外全部隊組み込んでもいいんだが、そうすると中国侵攻のための移動費用がたまらないからな。ついてまいれ。軍団作成した途端春日山城目標になった。主力たちは現在坂戸城へ進行中なんだぜ。あれ、なんか春日山城に矢印伸びてないんだけど。城から進んでないのに中止だ言ってるぞ。おいおい、さすがに出陣前に計算してくれ。イベントだ。いや、タイトルひどすぎん。読み方間違ってるかと思って二度見したわ。猿の前はハゲネズミだったのか。どちらにしても人外で草。どうやらハゲおじの浮気話のようだ。ハゲおじだと該当する人多そうなんだが、浮気がノップにバレてネネに八つ当たりしてるようだ。安定のクソで安心した。なんですって。やってしもたの。反省する気ない奴の言い方で草。これでもお前の旦那ハゲネズミって言われてるのと同じだよね。フォローしきれてなくて草。そうしてハゲネズミと結婚するネネさんなのであった。ハゲネズミよりタケノコキノコ戦争はどうなったんぜ。だいたいコメントでは半分くらいだったよ。おそらくタケノコ派はタケノコのごとく恥ずかしがってコメントしてない隠れタケノコ派が多かったはずぜ。やっぱお市の小豆じゃあ。思い出したように第三勢力持ってくるな。まあ人手不足の軍団に配置するんだけどね。ハゲネズミだけはダメじゃぞ。いいの平城制圧。いわき家滅亡だな。いわき家ファイティングおじしか印象にないんだが、この数多くの武将の中で印象に残ってれば大勝利だと思うんだが。ちゃんとファイティングおじ組頭で登用できてるね。織田家政策の効果で昇進がめっちゃ早い。どんどん城主増えるからなんとか軍団も城主不足にはならなさそうだ。声を上げよう。急戦で安東家出陣。さすがに手薄にしすぎたか。港城は落ちたかな。いや、今こそ武田家のポイントを使うとき。そういや初期の方に外交してたままだったな。どうせ次の更新はしないんだしポイント使い切っておくよ。これで半年時間稼げるし防衛体制整えてくれ。半年あれば伊達家もほぼ終わるだろうから防衛に部隊避けるだろうな。武田家が春日山城狙い出した。でもさすがに兵力少なすぎると思うんだぜ。お、ついに石山ごぼう狙い出したか。とんでもない数の部隊が出陣する模様。そして軍団は沢田城でね。ラストワンは春日山城になりそうだな。坂戸城制圧。敵将、我が手に落ちた。まさかげさんゲット。従わせようとも。武田家と同盟関係あとどのくらいあるんだろう。停戦期間含めておよそ1年近くあるな。
え、その間暇すぎるんですけど、軍団の動き見るしかないだろうな。さすがに同盟破棄のデメリットでかすぎる、始末しかないか。いや待て、岸和田城くらいなら距離的に届くんじゃないかな。まあすぐに出陣するなら間に合いそうだが、距離どんなもんだろうか。ご命令とあらば。お、許容範囲。暇つぶしに三好家攻めていくよ。暇つぶしで潰される福王。3ヶ月カット。めっちゃ石山ごぼう固まってる。ちなみに石山ごぼうあたりを次の本拠地先にしようと思ってるよ。現在岸和田城に向かって進軍中なんだぜ。上杉家は風前の灯火。武田家が春日山城に張り付いてるが、おそらく攻城戦は発動しないか負けると思うんだぜ。東北も伊達家は周り囲まれてるから一気に攻められて終焉を迎えてる。安藤家仲介がうまく刺さった感じだ。あっけないものね。石山ごぼう制圧。これはでかいな。兵力多いし、なんといっても洲本城への道開けたから一気に四国遠征がはかどりそう。我が主が。あ、剣女さんは剣を設定されてるのね。初段選ぶのめんどくさいし、ここからは全員解放でいいや。甘いです。ちょ、なんか石山ごぼうで兵糧回復してそのままはしごしてるんだけど、岸和田城ももう攻めてるな。私の暇つぶしが、ハゲネズミ、許せん。領地拡大してるのに恨まれる、理不尽。昇進してきて砲術レベルアップも出てきたけど、資金貯めたいし、もう少し発動は待とうか。発動するとしても引っ越し後だな。武用枠解放して徳川家の政策発動する。大名出陣してないとダメなやつ。最終的にノップだけ出陣させて全国軍制圧の旅させるかも。伊達家の城もちまちま制圧進んで、もうそろそろ滅亡。四国が今度は激戦地になりそうだ。明星制圧。縛り上げなさい。秘伝にわしを扱えます。1年で豊作効果切れたから、これがバフなしの兵力だね。それでも60万超えてるのか。ここから武田家の成長した城巻き込んでいくから、もっと増える予定。そして収入も1万超えてきたから、かなり早く資金も貯まりそうだよ。まだ半年近くあるのか。待つ時間が今回かなり長いな。軍団が春日山城攻めてるけど、勝てるのかどうか。全包囲しようとしてるし、兵力削ってから再度攻めるんじゃないだろうか。部下破産してそのまま城攻めできそう。予想通りすぐに破産した。これなら軍団の物量で押し切れるな。信玄襲来。延長したくないでござる。今さら外交関係悪くなろうが関係ないしな。くだらぬ話であったわ。信玄持ち激おこ。持ちではないかな。戦が始まる。備えよ。着陣したぞ。みな、戦に備え。あ、伊達家終わった。見てないところでひっそりと滅亡したな。この城、新しき世を呼ぶ風よ。生け捕りとしたぞ。確か政宗さんはかなり後半の登場だったよね。あ、謙信さん出陣したら全部隊帰っちゃった。さすがにこのミリで残しておくのは武田家が奪いに来そうだしな。手動で軍団出陣させようか。やり抜いてみせます。勝家さんのところから1万もらうことにした。東北も伊達家がいなくなって安泰かな。あとは南部家だけだな。四国も小髄城攻めてるし、工場威風発動したら一発で三好家終わりそうなんだけど。よろしいです。ようやく戦闘じゃあ。長かったな。目標は設備終わってる筒子ヶ崎館。近いしワンチャン前哨戦なしで工場戦いけないかな。さすがに無理な気がする。合戦に強い主力のみ出陣させていく。遅れずついてまいれ。周辺の軍団も動き出したようだ。武田包囲網の始まりじゃあ。さすがに前哨戦なしは無理そうだ。岸和田城制圧して公家の下りあったけど、また何回か来るだろうし、全カットしたよ。集金にしろ何かと登場する割にカットされがちな公家。
あ、意外と多い。部隊数劣勢だし大丈夫なのか。牙だけ怖いけど、ただの高レベルだけならそんな脅威でもないんじゃないかと勝手に思ってる。鈴木家の威力アップ見たら確かにその気持ちはわからんことでもないが。全然脅威でございました。牙が強いというより普通に部隊数劣勢が響いたのと武将が強かったんだぜ。多分これで多少敵部隊吹き飛ぶだろうからもう合戦はないはず。まことか。吹き飛んだな。光秀さんはさっきの合戦で削られすぎて甲状腺では使い物にならないだろうけど、他が兵力まだ多いからなんとかツツジが先や肩は制圧できるはず。出陣する。さらに尾張軍団出陣。遅れるでないぞ。東北軍団も進行開始。威風絡めればすぐに武田家も終わりそうだ。辻ヶ崎館の威風がどこまで伸びるか。本当は上原城で威風を起こすのが一番強いんだろうけど、辻ヶ崎館最後に残すと主力が全部隊集まってくるし、甲状腺は大艦が弱いうちに始めるに限る。平均兵力は2600ほど。腹黒親父いるな。混乱だけが厄介かな。モブもまあまあいるな。甲状腺開始。設備が地味に本丸にかかってるから破壊して回ろうかと思ったけど、めんどくさいからやめた。やめたのかよ。一番厄介な工作兵人所破壊してから左上の城門に全部隊で突撃しようと思う。マジこの設備チート級に強すぎる。レベル2で防御力ありえないくらい下げられるし、移動速度減少してるからたどり着けないんだよな。なんとか破壊。あとは城門強撃していこう。三方向強撃中。本丸攻めるときに忍び陣所の範囲かぶってるから注意なんだぜ。大丈夫、光秀さんおとりに使うために向かわせてるよ。光秀さんおとりにしてそのまま本丸攻め。カズマスの混乱が3部隊にクリーンヒット。なんか本丸のダメージがえげつないくらい入る。あ、もう終わった。多分耐久値がもともとでかくなかったからこんなに削れたのかな。前哨戦より被害抑えれてる件について、ぶっちゃけ山城以外なら合戦より甲状腺の方が楽まである。何ですと。本拠地含めてご巻き込みだな。城を奪ってくれた。ツツジヶ崎館制圧。敵将絡め取った。お断りよ。がっつり中心部まで巻き込んだね。次の本拠地は砥石城。甲状腺までは時間かかるし、このまま深志城に攻めて威風発動すれば武田家終わりな気がする。やはり最初の威風でほぼ決着ついてしまったな。春日山城制圧できるか不安だけど、武田家に奪われる心配はないだろうし、あとは軍団に任せよう。最後に兵力確認。今回で城20くらい制圧してるのか。カットしてるけど軍団が結構進んでいってたからね。次回は武田家戦もう少しやってから本拠地移動かな。いよいよ西日本編だな。結構いいペースで進めれてる気がする。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。